最後の2人が発表を見る。内村ビビアンペア一次予選突破。フルチェック、フルチェック、10チェック全部入ってる、全部入ってる、全部入ってるよ。うちゃんとこフルチェックは何？待て、絶対待て、全部取ってる。いけるよ、1番で。まだ出てからあと何回ぐらい？もう20戦スタート打ってる。はい、みんなの分も頑張って。二次予選、一次予選通過ペア中約半数が脱落するよりハイレベルな戦い。唯一勝ち残った内村ビビアンペアがこれに挑む。しかし過度な練習のため疲労がピーク、ビビアンの右足は感覚を失っていた。そして応援席で涙する部員たち、今彼らの思いは一つ、この2人の一級獲得。まずはリスタンバスでございます。ルカからです。頑張れよ、頑張れよ。全員の期待を一心に集め、2人は踊り始めた。次ファンポジション綺麗に、意味慌てない、慌てない、うっちゃん落ち着いて、もう円は、そうもう一回組み残す、よし、溜めて、降りられないんだ。しょうがない。ダメだ。ビビアンが足つっちゃって降りられなかったんだ。足がやばい。
痛いか、頑張んな。いや、かっこよかった。でも足ちゃった。いや、マッサージしてもらえな。大丈夫、大丈夫です。もうあと本当に足さえね、しっかり言ってくれれば。ごめんね、みたいな。いや、もうしょうがないですよ。もう精一杯やりましたが、大丈夫ですよ。補えないと思わなかったね。足が痛く、思うように踊れなかったビビアン。誰一人言葉もなく、ただ唇を噛むだけ。全員を重い空気が包み込む。一級獲得は無理なのか。悔しさをかみしめながら、ひたすら奇跡を信じた。結果出ました。行きましょう。よし、行きましょう。頑張れ。最高。やったけやったんすか。行きますよ。そう、無欲で行こう、無欲で。元気出して、もう一回行こう、行こう、行こう。そうそう、行こう。ここまで行けば最後まで行こう。もう張ってあんの、もう張ってあんの。どっちが一緒？右足。大丈夫、頑張れ。いよいよ二次予選結果発表の時が来た。来ました。全員の思いは通じるのか。結果はこの後すぐ。一級獲得、それは夢で終わってしまうのか。来ました。結果発表の時が来た。もうビビアンの後足だけですからね、心配なのはね。みんなで応援しましょう。応援できます、応援できます。そんな気持ちだけだから。13組中6組が決勝、頑張れ。6組に入れ、頑張れ。救助ライバー、救助ライバー、頑張れ、頑張れ。2人はみんなの熱い応援に後押しされるようにフロアへ。今ダンスに対する情熱の全てをかける。頑張れ、もう少し。足頑張れよ。足
頑張るな。足頑張れよ。気持ち気持ち。して天命を待つ。祈るしかないね。ビビアンの足が限界に来てますな。フラフラですわ。回れないもん。ビビアン、大丈夫か足。大丈夫。10回ぐらい動くな。ごめんね。ごめん。手が。ごめんなさい。さっきよりは良かったから。うん、大丈夫大丈夫。今回転ができないんです。そう、もう足がね。そうですね。傷を痛めたところか。どこ間違えたの？大丈夫間違えてない。大丈夫間違えてはいない。大丈夫大丈夫。だからもう回らなくなってんだ足が。間違えたよ先。先間違えた。自分を責めるビビアン。それを見つめる部員たち。心は一つになっていた。二人の勝利。結果が出ます。もう入らされそうです。出るね。頑張れ。大丈夫。頑張れ。大丈夫。じゃあ行きましょう。入らされます。よし、こじゃあ行きましょう。入らされます。大丈夫、大丈夫。よし、さっきの準決勝から6ペアですからね。よっしゃ。6ペアが決勝だからね。準決勝、結果発表。ただひたすら祈るビビアン。そして内村。夢の一級獲得を前に立ちはだかる大きなハードル、それを超えることはできるのか。来ました。来い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 。背番号96、決勝進出なるか。 CM の後すぐ。準決勝、結果発表の時が来た。夢は終わってしまうのか、夢は続くのか。ベストのパフォーマンスみんなそれぞれ見せましたね。そうそうそう、よく踊ったよね、うん、最初一番最初にウドちゃん出てきた時にすごい不安だったんだけど、本番で一番いい踊りしたでしょ。一番最初踊るのすごいプレッシャーだと思うんだけど、よく頑張ったよ、うん、頑張った。よく踊った、ね、すごいよく踊った。直子先生からもお願いします。直子先生からも。すごい頑張
頑張ってくれて ね悔しい気持ちみんな分かってると思うからね、うん、次またあるからね、一緒に練習していきましょう ね頑張れ、よかったです、すごい。そして天野さんもね、同じ一乗地でも去年とも全然違うから、全然違う、もう全然進歩してるから。私踊ってる時ね、天野君がね、初めてこの人超うまいんじゃないかと思った。本番で今日初めてリードされて引っ張ってもらった。みんな成長したね、一つずつね。一級を目指すっていう大会だったんですけど、楽しもう楽しもうってもうエンドに言い聞かせたんですよ。楽しもう楽しもうって言ってバレてた時に、お客さんが本当温かくて、で温かいのありがとうっていうところをすぐ通り越して、俺ら最高にうまいんじゃないかってここにすぐ行っちゃって、でもね、落ちたらね、こんなに悔しいもんだっていうのね、初めて実感したんでね、もう次はもう楽しむプラス勝負だったら勝ちに行きますよ、うん、私遠藤さんがここまでするとは思わなかったから本当びっくりした、ね、セクシータレント転向だよね、うん、ビビアンね、すごいよく踊ったから大丈夫よ、もう立派。でもずっと間違えた。大丈夫、間違えたかどうかっていうのはね、審査員とかわからないからね。この番組もたくさんの人来ました、ほらお金かかります。金の話ですか。大丈夫です、何も取ってないです。大丈夫なんです、それで大丈夫か。予算は気にしなくて、金の心配の涙だったんです。何なんだよ、そこは大丈夫。泣いて損したよ。もっと純粋な涙ねえ。タオルで、それは見せなくていいから。それでは最後に私から、はい、ちょっと、みんなよく戦いました。しかし負けは負けです。我々は敗北者です。あら、部長が怒ってる。いや、部長にはしかし私は胸を張って報告します、はい、みんなはよく戦ったと。いいですか。どっかで聞いたせる。いいですか、皆さん、負けは負け、一級の難しさが分かったでしょう、はい、そして悔しさが分かったでしょう、はい、この悔しさを全国大会にぶつけるんですよ、はい、次は部長もいます、兄貴もいます。そうだ、みんなで優勝狙いましょう。よし、特大大集合。はい、出まして。泣いている暇ありません。もう売り上げは泣いてばっかり飽き飽きです。笑顔を見せましょう。団体戦に向け、全国大会に向け、ファイター。力の限り精一杯自分たちのダンスを踊った部員たち、一級獲得という夢は叶わなかったが、ダンスの楽しさ、そして厳しさを味わい、その魅力に惹かれていった。いよいよ次は全日本団体戦。そう、それにはあの伝説のダンサー、ローズ南原が帰ってくる。芸能人社交ダンス部の戦いは続く。